原口議員のツイートに情念つかさし、誰かこいつを止めてくれ、ガネットではない。内容はこちら。原口議員のツイートに情念つかさしが釘を刺したようです。では情念つかさしの発言を見てみましょう。情念つかさ、1と2をやった段階で医療崩壊ですな。誰かこいつを止めてくれ。原口議員の1と2の主張は完全に医療崩壊を招いてしまいますね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。とりあえずツイッターから叩き出しましょうかい。割と本気で。原口議員は自分のツイートが世論を混乱させてしまっていると気がついているのでしょうかい。気がついてないから一日に何件もツイートしまくってるのでしょうね。次はこちら。一日ってまるで隣国のようになって病院がパニックになるってことをなぜ原口氏は言うのか、考える頭がないとしか思えない。どうして目の前の失敗例を見ようとしないのか。原口議員は隣国の今の状況を知らないのか、それとも知っててあえて言っているのか。後者なら悪質極まりないですよ。次はこちら。特定野党議員とマスコミの言うことの反対が正しい。これが私の判断基準です。それが正解です。最後はこちら。政治に無関心だった周囲の人たちもやばいなこいつと言い出してます。括弧笑い。原口議員には国民からそう思われている現実に早く気がついていただきたいものです。結論、原口議員、これ以上間違った情報をツイートするのをやめていただけませんか。政治家である以上間違った情報発信は許されません。よろしくお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。